正常状態は、様々な現象において、ある安定な状態に到達するまでの過渡的な過程を、指す、定常状態の反対概念である。熱の流れ込みによって、平行平板内に形成される、温度分布の時間的変化電熱を例にとると、渦のように、初期温度シータ0に保たれた、厚さ L、断面積 A の平行平面の左表面が、温度シータ一にさらされたとすると、 左表面の温度は時間 t の経過とともに上昇し、熱は平板内に流れ込むことによって平板内の温度は図のような温度分布を形成しながら徐々に上昇する。最初のうち時間 0t3 は入れ熱賃はすべて平板内に蓄積され、右表面の温度はタ0のままで変化しないが、経過時間が t3 以上になると平板を通過した熱は右表面に達し、 この表面の温度も上昇し始めるが、なお平面内に熱の蓄積が進む。このような角度的な状態が非定常状態である。十分な時間が経過すると、左表面の温度は高温側の温度 θ1 と等しくなり、均質な平板であればその中のどの場所における温度勾配も等しく右表面の温度もど、θ2 で一定となる。このような状態が定常状態であり、 この時入り熱、チントで熱、カうとは等しくなる。ありがとうございます。